人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉清松のあなたの未来、始まり。まーす清松総合。 大分県で一番有名な社長吉木昌夫です。せーの、イネー,ー。こんばんは、松本久美子でーす。は,ーいはい、今日はなんかこうスタジオがとってもあの、まあ、熱気に包まれてるんですが、そうですよね。はい、あの実はあの11月20日に中村正まさまふみやさんっていう人があの大分、はいえー、に来て講演してくれるんで、はい、えそれのお今告知のために。 多くの人が集ままっております <laughs> ソーシャルディスタンスを保ちながらはい <laughs> で僕も実は実を言うとその仲間文明さんの講演を最初去年聞いていこの人すごいことやってんだと思ってこの人についていくって決めて。 五円、えー、積み大学っていうな、はいえー、中村文明さんが主張している、うん、まあそういう団体があって、はいえー、そこの教員、えーまあ、生徒になって1年間学びました、はいえー、おかげでなんかあのいろんな人と知り合うことができて、えーまあ、いわゆる僕ら、あのー、なんかみんなこうなんか俺はこれやりたいんだって言ったら、まあ、そんなのやめときゃ無理だっていう人ばっかり周りにいませんか まず否定から入る人、ね否定から入る人なんか、あの多分松組の周りの人もどうなのか分かんないけど僕の周りの人もそうだけど僕、こんなことやりたいんだけどねって言ったらそんなのやめとけお前には無理だ、なんでお前そんなこと思うのってみんなが言ってくるんですよね、うん、でもこの五苑紬大学で、うんえー、俺、こんなことやりたいんだけどおお、いい、いい、俺やあの、応援するよって。 いう雰囲気がもういっぱいあって、はい、すごく肯定されるんですよ<う>こ,この団体にいるとね、はい、だからここのあここにいるのってすごく心地いいなってそういう団体だったんですよねあ<ー> 1> 1羨ましいなと思ったのが、うん、私高校一何にな なるために行くのって言われたから、うん、私脚本家になりたいんですって言ったら。うん、そんな夢みたいなことを言ってる場合じゃなく、現実を見なさいと言われた。思い出しましたけど <laughs>、はい。そういうことですよね。そういうことです。えええー。あの。人って、なんか。いろいろ希望を持つんですけど、希望って。希望の保持率って。零点二秒って言われてるんですよね。 うん、あ俺ああなりたいって思った瞬間0.2秒ででもできない理由をどん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 作り始めるんですよ <laughs> そのおやりたいって思ったことがあった瞬間を頭に浮かべた瞬間それができない理由を考え始めるっていうのが人間の性質みたいなんで <laughs>、えー、そう考えると0.2秒しか、えー、夢って保持できないっていうふうに言われてましてでこ,このお集まりにいると、えー、それがずっと。 保持し続けることができるっていうそういう面白い団体ですねはい今笑ってらっしゃるんでこの後じっくりお話を伺いましょう <laughs> はい続いて後半は吉っー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りしますゲストさんいいらっしゃ さて今日のお客様は大勢様でいらっしゃいます番組始まってる間でね,このねすごいですね、ええ、はい、えー、いよいよですね今月の二十日金曜日に大分市平和市民公園農楽堂で行われます中村文明講演会につきまして大分応援隊の皆さんにお話を伺います、はい、よ,ようこそようこそぎました <laughs> はいどうも こんにちは。私が今回、中村文明さんっていう講演家をやっている方なんですがこの方の講演会を主催、応援隊長として応援をさせていただきますアナンさん、実はね、以前この番組に出ていただきましたのです2回目の出演ということでこのあと、うちのメンバーからまた自己紹介がありますのではい、引き続き。はは。い、で はい、えっとサロン経営をしております。ジュリと申します。えー、応援隊の一員であり、ご縁紬大学という中村文昭さんが主催する大学の一期生でも大分校の一期生でもあります。で、私はあの中村文昭さんにの講演を聞いて、このご縁紬大学っていうのがすごい気になってで。あの。 入学したんですけどもうやっという間にいろんな方とお知り合いになれてあの吉清松が何 <laughs> ですか <laughs> ごめんなさいう応援しちゃんけん応援しちゃんけんを発行された時も <laughs>、うん、あの私の。 頑張りたいっていう一声でたくさんの方があの応援してくださり本当に入ってよかったなと思っております。なんか仲間がねみんなが支えてくれるってなんかすごくよく分かっ、はいうん、ねそんな感じがしますよねこの会ね。もう本当にあったかいご縁の大事にする会です。普通の社会だったらこうなんか夢を語ったら笑われて、うんえー、な行動すると叩かれてみたいな世の中なんですけどこの「五円紡ぎ大学」だけは「夢を持つんだだったら俺が応援するぞ」って。 みんなが思ってくれるそういう大学なんでもすごくねすごくあの、うん、こうそうですねはい、はい、引き続きはい、はい、皆さんはじめましてこんにちは、えー、九州は日本一の温泉県大分を守っています現役消防士心のファイヤーマンこと坂井健太です はいいあ <laughs> ありがとうございますリアクションを <laughs> すみません、あのー、僕ですね、えー、中村文明さんの講演会を去年聞きに行ったんですけど聞き,に行か聞,き聞きに行ったきっかけがですね一枚の CD を先輩から渡されたんですよ、えー、居酒屋経営をしている先輩なんですが「健太これ聞いてみておもれえけん」っつって受け取ったわけですよで聞いてみたら最初あのなんかおっさんがしゃべるよんなぐらいに2時間もあるんやみたいな2時間もでっげ絶対危険な期間で終わるわと捨てるわと思ったらもう めっっっっちゃハマてててししししままま回ぐらいいリピートしてしまいましたずっと通勤途中も、えーまあえー、仕事から帰る途中もずっと聞いとったんですけどそれでハマって実際聞きに行ったら直「直いもう一度聞いた話2度3度聞いた話を4度聞いてよかったそんな話が聞ける中村文明の講演会ですぜひ皆さん、あのー、興味を持ってですね少ない、ねえー、時間かもしれませんが、あのー、命の時間あなたの時間を僕らに いただければ必ずいいものとなりますのでぜひぜひ足を運びくださいお願いします。健太くんすごいでしょう。すごいです喋、ね、り方もね、えー、あのね実を言うとこう講師オーディションって、えええー、日本全国からあの講師に大体あの10分間の動画を上げて、はい、投票制によってその講師を選ぶっていうやつがあってそれで4位ですかね。はい、日本で,で、はい、今4位、ね。聞きながらふみやきさんもさることながら。うんうん ユンドさんの講演も聞きたいわ。まだまだ未熟者もなんですけど。これからよろしくお願いします。ね、ファイナリストにもなりましたので。のうん、はい。 それでやっぱ4位あの通過するにもこう5円積ぎの大学の仲間が一生懸命ケンタ君を僕も応援してます私も応援してますってみんなが上げてくれたのあれこれでどうだったでしょもち,もちろんその通りです、うん、もう誰っちゃ言わんやっぱ五円積ぎ大学の仲間が支えてくれたから今の僕があるんかなと思います大分、うん、だけでもなくさはいあの遠く北九州とかまあ岡山の人も含めて、うん、なんか 五円つぎ大学って大きな日本中の組織があって、うん、その人たちがみんながこう健太くん五円つぎの追い立て頑張ってる人ですって上げてくれてたのがもうすごくねもう見てて涙が出てきた感じでしたね。ありがとうございました皆さん。はい、はい、こんにちは私は四十代女性特に何も特技もなくその辺にいるような四十代の女性ですけど中村文也さん最初に YouTube で聞いて。 あすごく感動しても涙がわーって出てきて2年ぐらいずっと聞きまくっててもう何回もな何回聞いても涙が出てもうこの人に是非直接会いたい大分に来ないかな来ないかなって思ってずっと探してたらある日フェイスブックで「大分公園って書いててもう飛び上がって呼び込み喜びました、うん、一人で。ですもアナウンサーにすぐ連絡をして。あの 「あのチラシないですか?」って聞いて「10枚お願いします」って言ったら50枚送ってきて <laughs> これはそれだけ伝えないともういろんな人に伝えて一人でも多くの人に話を聞いてもらいたいと思ってもう本当に今回もまだお話聞かれてない方はぜひぜひ聞いてもらいたいと思います。 はい、ね,ね、思いがいっぱい伝わってくる素敵なあなたのお名前を聞かせてください。うんはい、あ,あ、ごめんなさい、姫野と申します。はい、姫野さん。はい。姫野さん、なんかい、ここがなんか一番変わったみたいなところあります?。私、そうですね、あの。うん、いろんな、ふ普段の生活じゃ、出会えないような人にたくさん出会って。うん、まず、その、なんですか、その。五円つむぎ大学に入って、一番最初に自己紹介したんですけど、うん、みんなで。 そこで自己紹介で自分の闇を出してくださいって言われてえって思ったんですけどみんなもう涙ながらに自分の,あの闇の部分を喋って私も涙ながらに喋ったのを思い出すんですけどそれでこうみんなのこう心が開いた感じがして仲間になれたなっていう。 そうですよね。はい、本当になんか、さっきの健太君の話もそうだし、あの樹里ちゃんの時もそうだけど。誰かが挑戦すると、僕らはみんな、その人のことを応援するんだって。うんうん、なんか自然にできるようになりましたよね。はい、あれからね。はい、はい。すごくそういう点では、いい、なんか仲間だなって思いますよね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ノッティと申します。えー、っと、私はですね。中、え、村、ー。あ えー、隣にいるんですがその姫野が私の義理の妹でして、うん、で彼女が、えー、数年前から中村文明さんのファンだったので存在は知ってましたでそれとは関係なく急に思い立ってものすごく文明さんに会いたくなって、うん、全国の公演のスケジュールをあの探してたりしたんで検索してたりしたんですねそしてちょっとなんか、うん、あの遠い日程のところ遠い場所しかないなと。 思って数度それをこう繰り返してたら大分公園というのを私も見つけましてそ,それでまあ文明さんに会いたいこともさる,さることながらその文明さんを呼ぶ呼んでくれるというこの阿南智之というひらがなで阿南っていう問い合わせ先になってた「君にまず会いたい」と <laughs> 言ってですねあの待ち合わせ場所を選んで会って。 でこの何を間違ってかこのアナンという男に今ちょっと見せられてですね、えー、何だろうこいつみたいに熱く生きていきたいなっていう一年を過ごしましたところが一年過ごしてみて「えー、俺はアナンじゃないから」っていう自分に立ち返ったところにですね決して持ち上げるつもりはないんですが、えー、吉行雄松の「 え自分っていう軸の公演をえ勢い公演というのを、まあ、この阿南ともきと人が立ち上げてやってるんですがその公演を、えー、YouTube で聞いてですねもうどハマりしてですねそれこそ何回も聞きました感動しましたでなんか自分っていうことに立ち返ることができた自分を今すごく認められてるそれはとてもとても大事なきっかけをもらったなというそういう絆縁をもらったと思ってます

宮崎さんに会ったんですけどあの聞いたんですけどえ途中から「あれこの話聞いたことあるな」っていうふうにどこかで聞いたことがあってでやっぱりそこからまた再度ドハマリして。 えとその後になんと清本社長と出会うチャンスがあってですね私は追いかけ回してですね CD をお渡ししてでここに今いるっていう感じですなのでぜひ聞きに来たらよッしーと友達になれるかも<ん> <laughs>、はい、以上でですす <laughs> はいそうなんですよあのあの別の講演会に行った時にカッコちゃんが僕もう追いかけてきて。<laughs> あの「清松社長」って大きい声で言われて「あ振り返って何ですか?」ってあの「ファンです」とかいう感じで <laughs> あなんかちょっと気持ちよくなって話聞いてたら「<laughs> ただの勧誘かよ」って最後思ったんですけどフェイスブックであの、ね、拝見しててこの人と友達になり知り合いになりたいなとかはずっと半年ぐらい思ってたんですよ、うん、そしたら目の前に現れたんで「逃してなるか」とか思 <laughs> <laughs> ってですよでカッコちゃんつながりであの中川文明さんもすることができたし おかげでこの全てのぎ大学の、えー、一期生とお友達になることができたしね。 もう最高ですね縁、ね、をつないでくれるのが、うん、中村文明さんまさに本当に糸がこうね紡がれていく様子そうそう、ね、間にそのアナンさんがいたりヨッシーがいたり、ねうん、もちろん、えー、中村文明さんがいらっしゃるんですけど、うん、これだけ皆さんに大きな影響を与える、うん、ヨッシー清松ならぬ中村文明さんは <laughs> <laughs> どういうやっぱりあのアナンさんにとって魅力があってこういうふうに広がっていると思われますか はいえー、と僕もですね最初はこの方 CD で話聞いたんですけどもうさっきの健太と一緒でもう大好きで毎回毎回聞くたんびに泣いててただのおっさんの話なのに泣いちゃうんですよね、<laughs> 不思議と。うん、で、同じその空間を今度共にした仲間たちとこうやって出会うことができて、まあ、一緒にいろんなことを新しいことをやっていける。そういういにに本当どどどどん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 ががりが できてくる。うん、うん、その起点にいるの、この中村文昭さんじゃないかなって思います。そうですよ、ね、あの、まあ、大学の名前もね、ご縁紡ぎ大学ですからね。まあ、縁をこう紡いでいく、そういう大学が。まあまあ、文昭さんが作ってくれたからできたもんですからね。うん、そうなんですよね。うん、これが全国総指針なんですよ。うん、そうなん、でまあ、九州は全県に、はいうん、あって、他の、まあ、全国でも、うん。それぞれの、まあ、主要都市とかに、うん、ありますんで。 であの大分で木大学のまあ全部で6回公演あるんですけどもその6回公演必ず北海道からとか東京からとかいろんな各地からこう集まってきてくれてね、えー、だから各地からも大分にも来てくれますし大分からいろんなとこ行って、うん、もう行くたんびにそこでどんどん同じ志の仲間がいるっていう組織でまあ、それでみんなで。 こうやって講演会とかも盛り上げていこうというん、ってことで今回は11月20日になりますね、はい、に講演会がありますテーマが、うんえー「変わりゆく時代に変わらないこと」というですね、えー、テーマになってるんですけどじゃあこの方もともと何者なんだってね全く知らないいい人はははですねもともとはですね野菜の行商から始まってで軽トラックで野菜の行商して回るとこから始まってですねで店を経営するようになってそんな中で 頼まれとは試され事とだっていうことでいきなり講演会やってくれないかって頼まれたからやっちゃった、うん、そこからその CD が全国に飛び回って全国でもう300講演以上年間するような講演家になったっていう方が今回コロナの時期で講演に回れない中この変わりゆく時代に本当に変わらないことって何なんだろうって自分の中でそうやって考えたじゃあもう一回講演をして回った時に 何を話そうかっていうのを今回話してくれると<ー>、そういう講演会になってます史け、えー、さんって、この講演するだけの講演会ではなくてです、ね、いろんな活動してますよね、たがいやすせ日本とか言って、えー、ちょっと引きこもりの人たちを集めて、うん、え構成する施設をしてみたり、そうですね、ね北海道にやってますね。ねあとといいろんなことをやってますよ、ねあのえー、阪神の コーチやってたりもしますよねそうですね監督に助言をしてるそうですね。はい。メンタルがすごく大事だっていうことでそれも含めてやってるんですねすごく面白い人ですよねで、人間的魅力はすごく高いんで会場が能楽堂ということでまたこれ雰囲気ありますねそうなんですよね確実にあの予算オーバーだったんですけどこの能楽堂っていう場所とここで運営するスタッフに見せられて うん、どうしてもここでやりたいって言って、もうちょっと再三度外視で、今回はこの能楽堂で公演をすることにしました。はい。採算度外視ということでね、はい、もうチケットが、えー、難しくなったら、すべてあの受け負ってくれると。<laughs> そうですね。あのー、なんか近くにありそうな感じ。も大株主がいますね。よろしくお願いします。<laughs> はい。えその料金なんですけれども、ええー、三千円ということなんですが、ま、はい、まだ大丈夫ですかね。はい、まだ大丈夫です。はい。 でこの番組はですね、うん、あの <laughs> 決まり事があるんですよねな。なんかちょうだいっていうのがあって、はい、えー、なんかちょうだい？<laughs> なんかってもうあげるもの一個しかないっすもんね。はい、チケット？チケットあのーはい、では。 ペア、組、枚あすごいはいさせていただきますところがもう今週の金曜日でございましてね間に合わないかどういう手続きでいきましょうかだからえとアラン君に「よし清正聞きました」って言ってもらえたら先着5名5組様にっていうことにしましょうか先着でよろしいですか先着5人でわかりましたその後言われたやつは黙ってお金出して買ってもらうっていうことにその辺はうまいことやりますんではい言ってください えー、今週の金曜日になりますね、20日、えー、そして時間がですね、18時会場で、公演は18時30分から20時30分までの2時間ということで、そうですねこれ贅沢ですよ、2>, うん、2時間も聴けるなんて、そうなんですあしかもあのオープニングに書道のパフォーマンスもやりますので、はい、もしかすると、有名な、はい、こちらにも出ていただいた、三重野文夫さんが、はい、ちょっとパフォーマンス。はい さすがやねこうやって見るとこの番組とかなりつながってることが <laughs> 全てヨッシーのおかげでございますね <laughs> はい <laughs> まあそうだよね,ね僕とつながってるからこの番組呼ばれてるのもんね <laughs> いやいや本当に <laughs> あでもなんかこう皆さんが生き生きしてこう自分自身が変われたというこの経験体験喜びを来てくださる方にも感じてもらいたいって思ってらっしゃるのがこうガンガンと伝わってくるんですよ、うん、であこれなんか20日ののチケットのまあ 告知やろうって言ったらすぐ集まっ6人集まってくれてね、はいえー、みんな本当にうれしいなと思ってでロッティなんかね高さん日本なんかやってるんですよね今あのですね、うん、えっと私の知人で25歳の、うん、あまもなく25歳になる男性なんですけど、えー、6年以上、えーまあ、完全な引きこもりではないんですけどあのもうほとんど家部屋から出ないという青年がいてで現在今 えー、その高屋せ日本の石垣校に入寮中なんですね。えー、で、えー、もう少し喋って大丈夫ですか。あ、いいです。あのー、まあ、えー、その入寮にあ紹介するにあたって、えー、そのお高屋せ日本の、えー、就職就労というところまで、えー、社会適応していくっていうことを、まあ、あの、な,なんですかね。目標,目標といいますか実績として、うん、えー、九、えー、割。 の確確率率だだそうですすごい確率だと思ってますけど今までなんか働いたことないし家から出たことないような人がそれが働く外に出て仕事をしてお金を稼いでくるようになるっていうはいはい<ー>でそれでまあまあそういうことで私9割、うん、まあ残りの1割にはならないんじゃないですかと言ってご紹介したんですところがやっぱり6年以上あの引きこもってた子が うちの子も大丈夫そうぐらいになるんじゃないかとはなかなか思えなかったんですね <うん S 1> でももう少し人と交われるようになって帰ってこれたらいいかなっていうことで一年発起して7月20日の日に入寮してでえそれからちょうど3か月なんですが実はえ1か月半経過時から現在まで欠かさずにバイトに毎日出てます。おーすごい もちろんそのえ仲間同士切磋琢磨する相手がいたりえその管理してくれるえ責任者がおられるまあ恵まれた環境の中とはいえもう本当にもご両親が夢を見てるようにしか思えないという LINE であの動画を送ってくださるんですけどもえあのもう本当にまあこれならまあ本当に。 終了、まあ、大体6か月から7か月が平均のようなんですけども、うん、えその卒業時には本当にもういろんなところでもうあの働けるような形で帰ってくるんではないかとうそういう活動も中丸文明さんはやって,てあそうですあの東野さんとという方と、ね、あの共同経営で、うんうん という形であのまあその人の講演会を本当に1月11月20日に聞くことができる我々って幸せですよね。よね幸せだと思いますね。はいはいということでね、はい、もう皆さん夏い思いを今日は語っていただきましたけれども、はいえー、詳しいことについてのお問い合わせ電話番号言っちゃっていいですかはいお問い合わせは大分応援隊です大きなえにしの応援のえ隊、ー、はね、えー、これは、えー えー、帰って分かんなくなりましたが <laughs>、えー、大分応援隊でございます <laughs>、えー、電話番号は097542-2666097542-2666今日ね、えー、ご紹介くださったアナンさんが。 は参与くださ、はい,といことですではいこちらに、えー、お願いしますぜひぜひ皆さん貴重な公演でございますのでお出かけくださいはい、はい、よろしくお願いします皆様本当にお忙しい中ありがとうございましたありがとうございました,ました世のため人のためそして己のためにを社税として承認だけで成り立つ会社を目指します広がす鉄工株式会社ここには夢がある はい、皆さん帰っていきました、<laughs> 本当にもう熱気に包まれて楽しそうだったし、もうお笑い声が絶えないしね、ね一個連帯様でございましたけれども、<laughs> 本当楽しかったね、はい、じゃあ本当にあれですね、はい、会場に行って、あなん君っていう人に、はいえー、よししーますのあなたの未来聞きましたって言ってくれ,くれると、先着。 5組様、ごペアチケットを渡しますっていう話をしてましたよね、はいはい、ぜひともあの会場に行って、受付で、はい、アナン君に吉井清松のあなたの未来聞きましたって言ってもらって、はい、無料券ゲットしてもらいたい、でも先着5名なんで、もし6番目にあなたがそう言ったときは。えーま あの当日券買って中に入ってもいただければ、はい、ありがたいなと思いますね。十一、はい、月二十日金曜日の十八時三十分からでございます。ちょっと早めに行った方がいいかも、ね、はい、会場は。 平和市民公園の学堂ですよしもう行きますよね当然行きますはいということであの番組でははいあそうですあの中村文明さんにねこの番組出てもらうようにえなってるんですよえ本当にありがたいことにまあね番組でもお話を伺いますけれども長い声を聞きたいという方はぜひぜひそうですねやっぱり十五分じゃ中村文明の本当の楽しいところとか素晴らしいところって伝えきれない 部分が多いのでぜひともこの能楽堂に行って2時間彼の話をじっくり聞いて聞けばわかりますってもう本当に会場出るときみんな涙流しながら「文明さーん」って言いながらであの会場を,を後にする人ばっかりなんですよだから、えー、あの僕ら五輪郡大学っていうみんなが集まって文明さんと一緒に過ごそうっていう会にみんな入って、えー、その中でこう。 なんか本当に1年間楽しい思い、わくわくする思いをさせてもらえたので、えー、もし、これ、当然、またえ第2期五苑紬大学につながっていきますので、ぜひともその前哨戦として、この11月20日の会ぜひとも来ていただきたいなって、そういうふうに思います、はい、お願いいお願たします。 ということで、お送りしてきました。吉井清松のあなたの未来、そろそろお別れの時間です。お相手は。はい、吉井清松、松本久美子でした。せーの、いいね。